どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日はこの奇跡の油をいただいてみようかと思います。今ねこちらでお湯をかけて、だいたいそうですねお風呂の温度と同じぐらいだから、こうやってやってもね熱くないけどあったかくって、あこのお風呂だったら入りたいなぐらいのお湯につけております。今4月の3日ですんで、まあ気候としてもねお湯がすぐに冷めるような、まあ、そんな気温でもありませんし、朝7時ということなんで、まあ、日差しがね、そんなに強くもないところでございますんで、お湯の温度は非常に安定してるかなっていうところですよね。で、ちょっと一旦開けてみてね、実際に、これが、注げるのか。あれ、注げないですね。この内蓋を取ってしまいましょうか。これ取れないという、あ、もしかして。ちょっとだけ、あれ全然ダメですね。もうちょっと湯煎していかないといけないですね。はい。1分か2分では全然お湯が溶けてきませんので、もうちょっとつけておきます。ちょっとお待ちいたして。本当上から見るとね、白い、なんかこう、塊ですね。見えます？白い塊が見えるでしょ、うん。もうちょっとお湯の上の方までつけた方がいいんですかね。これだと上が溶けにくいのかもしれないです。ちょっとお湯を追加しましょうか。ちょっとこの器に深みがないんで、この辺りまでお湯に当たった方がいいのかもしれないですね。この上の方まで。もしくは、これ蓋を閉じて、もうつけちゃうという、こういうふうにね。そうすると、上の方まで溶けてくると思いますんで。ちょっと今、追加でお湯を少しだけ沸かしましたんで、これを当ててみましょう。で、十分当たったと思います。で、こちらの方は、あね、あちってなんないですよ。ほんと、ぬるーって感じ。うん。まあ、これがコーヒー入れると、ちょっとね、ぬるいコーヒーだなって感じですよね。あ、だんだんなんかこう、しらけて溶けてきてるように見えなくもないですね。ちょっと、上げてみましょうか。この辺で拭いて、どうかな。ああ、出てきた出てきた。あ、簡単ですね。で、このカレー用のスプーンだと大きいんで、まあ、このぐらいですかね。このぐらいでよろしいかと思います。じゃあこれを飲んでみましょうか。はい、飲みますよ。はい、いただきます。このまんま。うん。ココナッツの風味しますね。なんかその、バリ島に行くと、ホテルの中にココナッツの香りがするんですけども、あれと同じですよ。まあ、ガブガブ飲んで美味しいもんではないですけども、まあ、心地よい香りというか風味が、このぐらいだったらするかなってことですね。一応、紅茶で流しておきます。うん。じゃあ今日はいただきましたんで、また明日にでも続きをいただきたいと思います。肩に塗るっていうね手段もあるんですけど、今のところ湿布してるんで、今日のところはこれだけにしておきます。ありがとうございました。じゃあ保管はその辺、常温でこの辺に置いておきましょうか。また明日、また明日です。ここに置いております。